こんにちはこんにちは自然中クラブをスタートします今回セミナーでお話しすることは最新のグルテンフリーの情報について詳しくお話しするですね グルテンフリー2.0セミナーを開催したいと思います。ケンジさん、グルテンフリー2.0って聞いてどう思いますなんか、2.0だから、最新なんだろうなっていうのは予測はつくんですけど、でも、実際の内容は何なのかなっていう感じですね。っていう感じがしますよね。うー、んうん。まあ、あの、本当ね、最近つくづく思うのが、その、うん、まあ、現代の,その西洋医学、で、そして、東洋医学ですね。 うん、決定的に足りていない部分があるんですね。うん、うん。で、それっていうのは何かっていうと、うん、あの神経学と免疫学なんです。うん。うんうん、ちょっとわかります？なんか神経と免疫難しそうだなっていうイメージはありますね。うん、ですよね。うん、あのー、まあ、何かっていうとですね、まあ、例えばその脳の問題とその腸の問題。 うん。腸が要は不健康になると脳も不健康になってくっていうことなんですよ。腸が不健康になれば脳も不健康になる。なるほど。はい。そうで。で、これを西洋医学では、いやもう消化器系はもう消化器科っていうのがあるからって。<laughs> そこ行ってください、<laughs> そこ行ってくださいみたいな <laughs>。<laughs> はい。で、神経系はちょっと僕見ますからみたいな。<laughs> そう。だけど、ここがものすごい密接にリンクしてるんですね。 うんで、ここが欠けてるんですよ。で、それで出た症状を見て、で、じゃあ脳で、ね、神経系でおいて、しびれとかそういうもの、あ、これちょっと神経だろうって思って、でも実は、これ、消化器から来る、その、腸の問題がしびれが起きたりとかしてるっていうことなんですね。うん、ああなるほどねそう。そうですね。そうなったらちょっと分かんないですね。たと、うん、え、その神経科行ったりしても。そうなんですよ。本当に、今の西洋医学っていうのは、パーツでしか見てない。 体全体では見てないっていうことなんです、ねうん、ああ、そうですね、それは感じますね、確かに。で、まあね、あとじゃあ、ね、東洋医学系とかでもね、よくハーブを飲んだらいいんだとかね、うん、そのじゃあ、抗酸化物質のサプリメントを飲めばいいんだとかっていうふうに言って、うんまあ、予防医学としてそういうふうに流行っていますけども、実はこれでは足りない部分っていうのはあるんですね。うんうん、で、例えばその、まあ、56歳のね、 あのサラさんっていうあの、うん、自然療法の医者が、うん、あのいらっしゃったんですよ。サラさんというのは女性ですか女性ですね。はい、であの、まあ、消化不良のね、その患者さんをもう何人も何人も助けてきたあのあ<の>お医者さんだったんですけれども、うん、でも実,か実は彼女、<laughs> 自分の問題解決できなかったんですよ。あなるほどね、他の人はたくさん助けてるのに。そう で腸の問題っていうのがあったりとかして、うん、でいやもちろんねハーブも飲んで,でオーガニックの野菜を食べてで加工食品は絶対食べなくてって、うん、ものすごい食に気を使ってやってたんですけども、うん、あの全然自分の症状を解決することはできなかったんですよなんか見た目には完璧そうですけどね。そうで どうなったかって言ったら、まあ、20年間自然治療の医者としてやってきたんですけども、結局過剰のストレスになったりとかして、うん、で、それで交通事故に遭ってしまったんですね。へ<ー>で、まあ、その時意識不明になったりとかしたんですけども、まあ、それで回復して、うん、あの、あったんですけども、結局、その事故から精神がね、その回、安定するまでに数週間かかったりとかして、うん、で、もう今までとはもう全く、その自分の状況が違うっていうのがもう自分では分かってたんですね。 で、体の腫れとか、まあ、あとは、あの、湿疹とか出たり、で、吐き気とか、頭痛とか出て、うん、これ普通じゃないよ、と。で、西洋医学のお医者さんに行くんですけど、結局、誰も、うん、いや、これはもう問題ないですよ、とかっていう。ああ、あれよく言ってる、原因不明とかいうか原因不明なんですけど、多分、なんとかなりますよ、うん、みたいな、そんな感じで。うん、うん でも <laughs> そう最終的に分かったことって何かって言ったら、ここが免疫学の部分だったんですね。なるほどね彼女は何かって言ったら、そのグルテンに対してその反応してしまう体だったんですね。この人は、えー、グルテンは摂取したってことなんですかそうなんですよあ。そそううななんだ、うん、なるほどそう でさらにその、まあ、グルテン、WGA といって、あの小麦に含まれているレクチンの部分なんですけども、ここに対して反応すると。うん、でこれね、通常のグルテンの検査、血液検査するっていうのは、あのうん、アルファグライデンっていう、そのまあ、グルテンの中に含まれている一つの、まあ、ある抗体だけを調べてるんですね。うん、彼女は、いや、別にそのグルテンには問題ないよと。 いうふうに言われてたので食べてたっていうことなんですよ。うーん、うん、なるほどね。で、さらに、その、ま、せりやク病としてね、あの、最終的には分かって、で、それが、その、まあ、小脳で、 グルテンに対して過敏反応を起こしてしまったり、うんうん、でそれで肌で起こしてる TG トランスグルタミナーゼ2っていうのがあるんですけど、うん、それに対しても反応すると。うんうん、で、最終的に <laughs> グルテンフリーで解決したっていうことなんです。うん、<laughs> グルテン結構あのは フリーだけじゃないんですけどもね。うん。うん、まあそれは大きな要因になったとことですねそうです。はい。でも自然治癒のお医者さんでもグルテンフリーにはあんまり注目してなかったんですね。そうなんですよ。<ー>うん。そっか。だからやっぱりね今のその現代のまあ医学とかその健康に関わるその健康産業っていうのはやはり遅れているんですね。うん。で。 あのまあ、僕,自身僕が今、どうやって勉強してるかって言ったら、そのまあ、アメリカの、やはり世界でやっぱトップをいく、うん、あの神経学者からあの学んでいるんですね。あもう学者さんからってことですね。さらに、その人が面白いのは、えーと、西洋医学にこだわらない、あのまあ、機能性医学っていう、あのまあ、ファンクショナルメディセンっていう。 ところで、まあ、第一人者なんでですよ彼はもう本当、世界中からそのいろんな難病患者さんが来て、でとことん治しまくってるっていう、まあ、あのすごいあの人なんですけども、彼はその、要は免疫学、そして神経学っていう観点から、患者さんに対して向き合ってるわけなんですね、うん、なるほど、うん、まさに、それこそまさにゴッドハンドじゃないかって感じですか。そうなんですあ<ー>あ 僕はその彼の,そのセミナーをね、あの直接聞いたり、彼っていうのは、もう何がすごいかって言ったら、まあ、機能性神経学の国際協会っていうのがあるんですけども、はい、あの3年連続で臨床医としての賞をもらってるんですねなるほどね、まあ、要は実績は出してるってことですね。うん、2010年、11年、12年と。 いう形でで、うん、実績のある人でるだもう彼の言ってることはあのもう間違いないなというふうに僕自身は、うん、あの思って、まあ、これまでずっとお伝えしてきたんですけれども、うん、で要は何かって言ったら、まあ、特に日本ですよね、はい、あの日本の健康情報はもうはっきり言って10年遅れてるっていうふうに僕は思ってます。 あじゃあ,あの、総理さんはそのアメリカの最先端のものを勉強してるわけじゃないですか、はい、だって日本の情報もやっぱりその市場調査としてよく見てるじゃないですか、はい、それを見たときにどう感じてるんですか、いつもあの、ね。今流行ってるのが糖質制限食っていうやつなんですね。糖質制限食、はいはい、これっていうのはの糖尿病の方に対して、うん、要は、まあ、グリセミックインデックスって言って、まあその 食品がどれだけその血糖値を上げるかっていう数字があるんですけども、それをベースにして、うんえー、血糖値を上げるものを下げましょうと。なるほど。そういうダイエット手法なんですけども、うんうん、これっていうのは、あの実はアメリカでは1990年にアトキンズダイエットって言って、あのまあローカーボあハイプロテイン、ハイファットダイエットっていう感じで流行ったやつなんですね。はい、だから まあそれで考えても、アメリカで流行ったのが1990年なんですよね、で提唱されたのは1970年代ですから、はい、かなり長いダイエット手法でもあるんですけども、今ではこのアトキンザイエットっていうのは誰も言わないわけなんですよ、うん、なんでかって言ったら、まあ、この糖質制限食を提唱しているのが、あのドクターエベさんっていう、まあ、京都のお医者さんなんですけど、要は、カロリーを上げないから、うん <laughs> 人工甘オッケーだとかって言ってるんですね <laughs>。<laughs> なるほどね <laughs> そう。でどあとは、えーとまあ、タンパク質取らなきゃいけないからって言って、ソーセージ OK とか <laughs> あー。なんかフォーカスが別なところに行っちゃってますよね。うん、糖質だけを見ていってるっていうダイエット方法で、うん、もう本当に見ててあのもうずれてるなっていう感じがするんですよね。うん、なんかあれですか、言ってみればちょっとゲロってなっちゃう感じですかですね。 <laughs> やばいと。<laughs> なるほどね。<laughs> はい、これは危ないだとさらにあの、まあ、日本でそのなんか、まあ、東洋医学をねあの、まあ、ハーブとかそういう栄養学から見てでそれでまあ処方箋薬とか使いながら、まあ、うつ病に対して、えーまあねえー、対処してる先生が YouTube 動画とかあったんですね。 おぉ、なるほど、うん。あ、うつ病の原因とかって言って、結構 YouTube の再生回数があったから、うんうん、あの、あ、これは面白そうって言って見たんですよ。しかも、ちゃんとしたドクターですよね。ドクターですよ。うん、で、ドクターの見て、僕はびっくりしたんですね。うん、あのうつ病の原因はって、言ってることはなんとなく、ああ、良さそうだなって思うんですよ。その、はい、えー、抗うつ剤とかね、打っても、うんうん 結局は、もともとのオリジナルの原因があるから、そっちを見なきゃいけないんですって。いいじゃないですか。うん、おこれ、来てる来てるって思って。あって,ってますよ、いいじゃないですか。で、それで、じゃあ、一番の,その,、ね、あのうつ病になってしまう原因、うん、これは何かっていうと、うん、考え方なんですよ。マ <laughs> <laughs> インドセットですかあの。ネガティブ思考はダメなんですって。 まあ、まあ言ってることは分かりますけどあのな、なぜネガティブ思考になってしまうかっていうところの原因ですよね。さらにそれでやっぱ運動ですとか、やっぱストレスですとか、ストレスない環境にしましょうとか、うんで、そしてその次にやっと食事って出てきたんですよ。おお、来た来たって思ってたら、じゃあ。 じゃあ食事、何話すかなと思ったら、いや、ベジタリアンの人は、タンパク質取らないから、うつ病になりやすすいんです <laughs> なるほど、ベジタリアンの人は、じゃあ,<そ>あの、うつ病になりやすいですよっていう話なんですよ、ね、そう、で、それで、次何、何って思ってたら、何も話しないんですよね <laughs> そ,そっかからじゃないですかこっからじゃなくて、もうそれで食事は終わってしまったと。 あ、うん、じゃあ、解決法が基本的に食事に対する解決法は提示してなかったってことなんですね。そうなんですよ。うん、でこれを見たときに、やはりうつ病になる原因っていうのは、やはり腸、腸とその脳の関係ですよね。うん、腸がやられて、うん、脳の神経細胞がやられて、それでストレスホルモンが出たりとか、あとはその、うん、まあ自己免疫疾患で甲状腺がやられててで、甲状腺ホルモンが正常に出ないことによって、代謝が悪くなってうつ病になってしまう。うんうん さまざまなその問題があるんですけども、この原因となっているのは、うん、やはり食事が起こしてしまう炎症なんですよ、うん、脳内で起きる炎症なんですけども、そこの部分をもう全く見てない、ここがもう、なんていうんですかね、遅れてるなと。うんな,るなるほど、なるほど、そう,そうか、全くなんか違うところにみんなフォーカスしちゃってるなって感じですか。うん そうだからまあ投資制限職で結局、日本ではやったのがまあ20年かかったっていうことは、今、僕がここであの入手してる、もういろいろ、こちらでもね、世界トップの栄養学者とか、脳神経営家とか、そういう方たちのトップが集まったサミットっていうのがあるんですね。で、僕はそのサミットに参加して、最新の情報。 を手に入れてて今を、うん、あのお伝えしてるんですよねなるほど。おそらく、まあ、今、あの僕話していることっていうのは、おそらく10年、15年はかかるんじゃないかなという、うん。そのぐらいになって、やっと一般の人が、ちょっとあの、ああ、そういうことかって分かるようになってるぐらいって感じですか。そんな感じだと思いますねそう今回、セミナーで話すことっていうのは、まあえー、日本で得られる情報を、まあ、15年先取りするみたいな、そういうイメージでちょっと考えていただきたいんですね。うん なるほどね、そうかそうか、そうですよね、15年やったら、そこでどんな病気にかかるかも分からないですもんね、知らないでなんか、間違ったことやってすだからそこの部分をあの、うん、しっかり、やはりその、ね、神経とは何か、脳のとは何か、そして腸は何か、ここの関係をしっかり把握すれば、うん、どんなその、うん、自分がおかしいなっていう状況になろうとも、うんえー、食事に目を置くことができるようになるんですね。うん なるほど、そっか。それをね、ちょっとあのグルテン2.0セミナーでお伝えしたいというふうに思います、うん、なるほど、まあ、今までグルテンフリーとか、その、なのリーキーガットとかのお話もしてきたと思うんですけど、はい、まさらにその上をいくってことですよね。もう全く違う内容となりますね。次元が違った感じで、すか、えー、そうですね、あの本当に、えーまあ、今、私自身が。 驚いていいててるっていうこともあるんですよね、うん、あのここまでできるのかっていうなるほど、うん、でその症例とかも様々な症例見てきてますので、うんえー、もしかしたら、まあ、今ね、うん、その自然治癒とかいうと何か宗教っていう,うにられてると思うんですよ <laughs> そういうふうに言う人もいますよね<ー>、うん、確かに <laughs> でも今話してることっていうのは実はもう西洋医学を超えているかもしれない ああ、そっか,そっか。状況ですね。なるほど。うん、楽しみですね。具体的にどんな話をするかっていうと、グルテンが、ね、その神経系を破壊していくんですねで。その破壊をするメカニズム、3つのメカニズムについてお伝えします。うん、であとはその、まあ、日本ではかなり遅れているんですね。グルテンの過敏、えー、テストっていうやつですね。 アレルゲンとなっているものを調べるものなんですけども、で、アメリカではもうそのグルテンのその過敏症を、要は、誤って、その陰性ですっていうに、うん、あの、いうことを、あの、もう、なくすような、あの、最先端のグルテン過敏テストっていうのが出てきたんですね。でそれを、こう、ま、ちょっと紹介するにあたって、 あのまあ、グルテン検査で、ね、絶対に見なきゃいけないその、まあ、10個の抗原、うんはい、これについてもお伝えします、はいはい、であとはその、まあ、グルテンに対してあの反応してしまうんですけれども、実はグルテンの,その抗体がです、ね、あの誤って、そのグルテンに似てるって思って、その違う食品も反応してしまう、そのクロスリアクティビティっていうのが分かってるんですね。 小麦だけやめてればいいんだって言って、でグルテンフリーやってるのに、でも実は、の他の食材を食べてることによって、あなたが体内で炎症起きてるかもしれないっていうことなんですようん、そっか、じゃあ、アさそれは基本的に体がちょっと誤差を起こしているみたいな感じな。あのグルテンの抗体が 間違って攻撃するっていうことです。うん、あ,あ、そうか、うん、グルテンの抗体が間違ってるってことですねう。例えば、そのグルテン食べて、その大豆食べて、うん、いや、グルテン食べてない大豆食べてて、大豆に対して反応を起こしてしまうっていう。うん、なるほどね。同じように炎症が起きてしまうっていうことで、そ,かだからその、えー、まあ、グルテン抗体が間違見余ってしまう、まあ、誤爆してしまう12の食品についてお伝えします。なるほど。うん。 で、あとは、あのー、まあ、実はね、ちょ腸と脳の間にある、その瞑想神経っていうのがあるんですけども、ここが神経系の中で最も重要だって言われてるんですね。うん、うん。で、この瞑想神経が、え、機能してるかどうかっていうのを、実は5秒で見極めることができるんですね。 5秒ですか5秒で見極める、それはいいですね。で、その、まあ、あなたがもしね、この瞑想神経が機能していないと、<laughs> 要は脳の不具合とか、うん、腸の不具合というのは出てきてしまうんですね。うん、だから、<ー>この5秒間テストであの、一瞬にして分かってしまうということですね。うん、なるほど,るほど、うん、で、さらに、えー、っともうね、この、まあ、ドクター、世界最高の権威と言われている、そのドクターがあの提案するですね、 あの実は、このリーキーガット、完全治癒プログラムっていうのがあるんですね。なるほど。要<れ>はあれですか日本語で出すと超漏れ完全治癒プログラムとかですか。そんな感じです。はい。<laughs> <laughs> そう。で、それの,その全貌をですね、うん、お伝えしますお<ー>で。このドクターがどうやって、まあ、世界各国からもう、あの、集まってくるんですけれども、うんえー、このドクターがどうやってね、うん、あの、 難病と言われているもの、脳、脳系の問題であったり、うんえー、そういうものを、まあ、治癒させてきたのか、それの全貌をですね、うん、お伝えしたいと思いますもう全て暴露って感じですか。はいあ。じゃあ、このグルテン2.0の,、まあの観点からも全て含めて、まあ、問題点も全て出して、それを解決する観点治癒プログラムって感じですかそうですね。 素晴らしい,、はい。はい。で、さらに、あの、ちょっと私自身が、あの、うん、実は、あの、抗酸化物質、体内にどのぐらい抗酸化物質があるかっていう、チェックするね、うん、あの、機械を持ってるんですよ。うん、お、素晴らしい。はい。だから、その、30秒で、その、あなたの、うん、その、 体内にある抗酸化物質、つまりま、フリーラジカルがどのぐらいあるかないか、うん、炎症系のものがあるかどうかっていうのを30秒で見極めてしまう、あのうん、そういうあの機械があるんですね。スキャナーなんですけど。 それ例えばその、それを、ね、30秒で見ると、その自分の活性酸素の量っていうのが一目瞭然に分かってしまう感じですか分かりますね、はいあー。正確な感じですか,もかなり、これはスキンカロテノイドって言って、カロテノイドですね。野菜とかに含まれている、えーまあ、カロテノイドっていう、まあ、非常にひとあの重要な抗酸化物質なんですけども、この抗酸化物質の量を数値で分かるっていうことですね。なるほど。そこから算出するって感じなんですかそうです、ね それがもう数字でバーンって出すわけなんですよ。か安全、危険とかっていうのが分かるので、うん、だからちょっと健康としてのね、その参考にしていただく材料にしていただければと思います。セミナー参加者の方は、会場でそのテストを行うことができるということですね。できます。無料です。で、さらにですね、あのまあ、今回ね、セミナー参加あのしていただくにあたって、えー、特典を、ねはい、つけたいなというふうに思いました。うん はい、でまず1つ目があの、まあ、食材チェックリストですね、うんうん、こちらについてはもうあの食材を、ね、何を選ばればいいのかっていうのが一目で分かるようなそういうチェックリスト、うん、これをプレゼントしたいと思います、はい、でさらにそのあなた自身の症状がに合わせて症状をチェックすることでよってあなたがどのくらいの食品過敏を持っているのか それをテストするシートがあるんですね。なるほどで。それをプレゼントします。あのそれがあれば、一目瞭然で何が食品過敏なのかなっていうのを予測することができるって感じですか。大体いいどのぐらいの食品過敏のが僕にあるかなっていうのが分かります。はい。なるほど。大体ですね。はい。うん、で、さらに3つ目は、えっ、ー、と、はい、まあ、ミトコンドリアっていうね、あの実はまあ、えぇ、ー、エナジー ファクトリーって言われてて、エネルギー生成工場って言われてるものなんですけども、これが結局キーになってるんですね。うん、人間の健康で。うん、で、ですので、このまあ生命維持装置、ミトコンドリアの秘密についてお伝えしたいと思います。なるほど。これはセミナーって感じですね。はい。うん、オンラインセミナーみたいな感じですね。はい、はいで。さらに、えっ、ー、と、4つ目としては、はい、まあ、あの、実はですね、今、 私たちが飲んでる水道水、うん、これがかなりやばいんですね。なるほど、うん、ですので、まあ、これを飲み続けると、まあ、本当に病気になってしまうあのぐらい恐ろしいので、うんあの、そのね、お水の正体というか、今現代の問題点であり、うんうん、あとその解決策ですね、それをお伝えしたいと思いますす、うん、最近テロより恐恐ろろししいいって感じですか恐ろしいっす。<laughs> <laughs> はい。で、あと、なんか,もう,なかっっもう一つ。はい。<ー>えっと、まあ、あの、セミナーまでですね。ちょっと、まあ、時間があったりとかしますけども。うん、セミナー開催までですね。えっ、ー、と、まあ、無制限で。はい、うん。あの、あなたの。持っている健康的なね、うん、問題とか相談とかですね。うん、え、質問ですね。うん、それを受け付けて、私が、個別に回答します。うん、じゃ、言ってみれば、無制限。 個別サポート付きって感じですかそうですね。はい。おいいですね。それは。うん。でも何でも不安だなとか、怖いなとか、これなんだろうなと思ってるのどんどん、その宗平さんにぶつけてもらえれば、宗平さんがもう全力で返すって感じですかそうですね。はい。<laughs> <laughs> でまたね、いろいろそういう悩みとかね聞いていれば、当日、何あのプラスアルファで話せばいいかなっていうのも分かりますので、確かに、うん、そういう意味でも、やはりいろいろね、質問していただくっていうのが、私たちにとってもあの大切だなというふうに思います。はい、お互いに進化成長できますよねそうですね。はい、であと、セミナー会場であの質問コーナーを設けるんですよね。はい会場で 会場でいろいろ、もう、ね、質問していただいて、ね、あの、それで解決していただいて、で、もう、すっきりした状態で、うん、あの、ね、もう完全に、完璧に入っていただくって感じです。うん、そう。<laughs> <laughs> そうですね。はい。どっかどっか、楽しみですね、それも。はい。面白そう。はい。まあ、ですので、えー、セミナー会場でですね、ぜひ、あの、うん、あなたにお会いできればっていうふうに思います。はい。はい。じゃあ、あの、セミナー会場でお会いできること。